ラッキー。買い物してます。 Hey guys、 プラトンです。今日は川に行きます。今日はユーマとミノリとスーラの私の4人で川に行きます。唐沢キャンプ場っていうところに行くんだけど、スーラ曰くめちゃめちゃ綺麗らしくて、夏の思い出作ろうみたいな感じで、今日は夏の思い出を作りに行きたいと思います。もう安定の朝の顔のむくみね。唐沢キャンプ場へは車で行こうと思ってるんだけど、今みんな合流してて、最後私の家に迎えに来てくれるという、なんともありがたいお話です。準備が終わったので焼け止め塗っとこうかなみたいな感じですね。さ、なんかアネッサ肌に良くないというか、なんか良くないみたいな TikTok で見たけど、本当？今日は焼けるだろうなって日は絶対アネッサ塗ってるけど、良くないんかな。知ってる人いたら教えてください。そしてちょっと朝ごはん食べる時間はないので、プロテインを飲みたいと思います。今日は抹茶味です。マジむくんでる顔。昨日お腹すきすぎて納豆とチーズ食べたの、夜、夜ってか夜中12時ぐらいに食べたんだけど、だからむくんでんかな。いただきます。うま、うん、うま。それでは行ってきます。こんにちは。Vlogを撮ってる同士です。フリックしてます。買い物してます。虫除けってありますか？なんかすごいいろいろある。え、なんかすごい。すごいよね。すごい。イカ飯とかあるよ。イカ飯やば。ほら。ローソンってさ、結構体にいけよね。体にいけな。なんかちょっと気使ってますみたいな。めちゃめちゃ綺麗ですよ。ね、楽しみ。マシュマロ焼いてる。すごい。4人でさ、川の字でねよ。火あるとこでよくない？これ富士ロックですよ。あ、危ない。音楽を取る。はい、セクシーゾーン入ります。セクシーゾーン入ります。わー。エロいよ。すごい綺麗。煽りやばい。激突。漫才漫才。マジでマジで低いよ。すいません、すいません。はい、イエース。はい、早かった。はい、プラ行きます。はい、
めっちゃしつくやん。いいよ。かわいい。もっといらしい。いらしていいよ。はい、せーの。手叩いてくれた。すごい。いや、ケツ。ケツ。いいよ。ね、何やってんのユウマ。気持ち悪い。早く。パンパンパン。早く。ほらまたオーディエンスが集まってきちゃうから。ここやな。これ死なへんかな。死なない。遠くに遠くに。何怖い。何をさっきから。いや怖い怖い怖い。はい、タンタタタンやで。待って、痛くないここ。はい、せーの。1、2、お、いいよいいよいいよ。3、4、5、6、スーラ数えるわ。7、え、スーラ8、私がスーラ数える。9、え、僕ら返し分からんの。まあこれで後で数えます。はい、お願いします。確かに。やり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 、あい。やり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 せっかく私はこう歩いてきて5分ぐらい来て、ね、めっちゃ人多いけど、なんでうちらのこの冷ややかな目やばくない。さっきまで遊んどったやろ。どこ中。どこ中。おちゃんは意見でも知ってんの。私もさっき回ってたね。もう回れんの知ってんの。あ、この子さっき余裕で回ってたよね。怖くない、回んの余裕。余裕すごっ。かわいい。え、染めてる。かっこいい、ね、髪の毛。イエーイ。出てる、ね、あれや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 れ。選手入場です。飛べるじゃん。飛ぶ。このね、ここのね、テントはね、チャラ箱なの。カラカンカラカン。歌いに行った。歌いか。カラカンカラカン。この辺に生息するターザンこと馬ユーザン。ユーザンは謎のジャンプを披露し、飛ぶ前に謎のジャンプを披露することで有名なターザンの一種、ユーザンである。ユーザンは絶対にゲイみたいな水着しか履かない生き物である。飛んだ。いつ見てもカメラ目線を忘れないユーザンは、野生児とは思えないコンテンツに縛られた野生児です。近づいてきたユーザーはこのような姿で、なんださ、このナレーションもさ、私が喋ってる言葉もつけてな、うん、なんか入れてるらしいな、あんた。あ、やばい。あ、早っ。すいません、早いですね。早いですか。余興はなかったかな。今
あ、いやいやいや。いやいやいや。上がりました、上がりました。いいよ。あー素晴らしい。一般あんだ。あれ壊ない。頼みました。やばいやばい、最高。あうまい、シュマロ。あ、うん、美味しいよね。美味しい。どうも。海鮮食べたかったもんね。うん、弁当どこでであるから東京。うん、でもそっから連絡ずっとで、円滑松に来てそこでなんかやっぱ高くない。これ何パッサービスエリア料金それ200円。これ何もか当ててんの。850円。1580円。1050円。1200円。あ、でもこれ乗ったんだ。1100円。880円。プラ先生、美味しいですか。はい、美味しい。あ、美味しいですか。はい、初めてこのネイルにして箸持つけどめっちゃ食べにくい。前もこんな感じじゃなかった。なんかバイトのやつ。そうそう、ダックダックです。なんか広がってるじゃん。そういうこと。そう、ダックの足みたいな。で、これは花がさ、こう邪魔してさ、わかる。
大変やんな、ネイルって。やっと優馬が届きました。高いです食べ終わってんのはい、お家に帰ってきました。めっちゃ顔ダイブしたから化粧も落ちまくってるし、髪ももう全てがボロボロで疲れ切ってる状態なんですけど、帰ってきて、で一個ちょっと怖かったのが、お昼みんなで南海トラフそろそろ来るよね、最近話題になってるよねっていう話をずっとしてたので、怖いな、防災グッズ用意しなきゃなって思ってたのね。でお家着いてほんと5分以内に携帯が地震速報が鳴って、神奈川県震度5、強い揺れに備えてくださいみたいな出てて、都内に住んでるから近いからめっちゃ揺れるのかなと思ったら、もうほんと10秒以内に揺れて、めっちゃなったの。え、南海トラフみたいな、まあ、南海トラフではないけど神奈川が震源地だから、もう怖いってなって、そう、防災グッズを絶対本当に買おう、今日は無理だけど明日買おうって思いました。本当に備えあれば憂いなしだから、みんなも本当買った方がいい、てか準備した方がいいと思います。まあそんな感じで無事に川からは帰ってきました。今年から川遊びデビューしたんですけど、早くも今日2回目行ってきちゃいました。もたもたしてると夏はすぐ終わってしまうので、海と川もう行けるだけ行っとこうって感じで今年は行きまくりたいと思います。今回の Vlog はお友達と川遊びをする Vlog でした。いいねとコメントとチャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。